あんたたちがここに。俺らが居酒屋に飲みに来たら何か不都合でもあんのかよ。身の程知らずの女どもにしっくり分からせてやらねえとな。聞いて驚け、俺の親父はな、ヤクザの組長なんだよ。分かったらお前らコンパニオンやれ。はあ、コンパニオン。スカットライン。私の名前はカンナ、大学生です。友達のマサミと一緒にリサイクルショップセカンドロードで元気に楽しくアルバイトをしています。ただ最近ちょっとした悩みがあって。久保田店長、お疲れ様でした。お先に失礼します。お疲れ様でした。ああ、カンナちゃんもマサミちゃんもお疲れ様。気をつけて帰ってね。ああ、まただ。私の自転車のカゴに誰かがゴミを入れてる。また誰よ、こんな非常識な真似すんのは。人の自転車だと思って。私こういうの絶対に許せないんだよね。私も自分さえ良ければいいっていう考え方がにじみ出てるよね。ほんと信じられないよ。よし、ちょっとプロファイリングしてみるか。プロファイリング？何それ？現場の状況から犯人像を予想するわけよ。どれどれ。炭酸ジュースのペットボトル、グミ、ラムネ、キャンディーの包み紙、ポテチの袋。どことなく子供っぽいね。部活帰りの中学生かな。でも待って、これってタバコの吸い殻だよね。こんな開けた場所で堂々とタバコを吸う人が中学生や高校生なわけない。大人だね。食べ物の好みが子供な大人。このタバコの吸い殻を捨てた人とお菓子のゴミを捨てた人が同じならね。どんな人なのか余計に気になってきた。こうなったら張り込みをしよう。私たちで現行犯逮捕してやるので、その犯人に言ってやろうよ。あんたが出したゴミその口に突っ込んでやろうかって。いやいや、喧嘩腰はやめようよ。でもそうね、本人に対してしっかり抗議した方がいいに決まってるよね。それから数日後、私とマサミはアルバイトが休みの日にわざと自転車を置いて張り込みをしました。すると、来た来た来た、誰か来たよ。いかにも柄の悪そうな奴ら。あいつらがポイ捨て犯じゃない？本当に？勘弁してよ。私嫌だよ、あんなチンピラと関わり合いになるの。どうかあの人たちじゃありませんように。どうかなどうかな。あ、捨てた。カンナの自転車のカゴにゴミを捨てたよ。マジで？最悪。嘘だと言って。嘘じゃないよ、当たり前のように捨てた。ちょっと待ちなさいよ、こら。マサミ、今捨てたでしょ、ゴミを。私の友達の自転車のカゴに。あんたそれ拾って持ち帰りなさいよ。落ち着いて、マサミ。あ、なんだその態度は。こら、俺を誰だと思ってんだ。痛い目に遭いたいのか。正義の味方気取りならやめとけよ。うちのヤニオくん怒るとめちゃくちゃ怖いから。女でも容赦しないぜ。怖いだろ。別に怖くもなんともないっての。いいからさっさとカゴの中のゴミを。マサミ待って、落ち着いてってば。こういう時に喧嘩腰はダメだよ。本当すいませんけど、それ私の自転車なんです。勝手にゴミとか入れられると迷惑なんです。お願いですからもうやめてくださいね。それじゃあ。あ、ちょっとガンナ。もうマサミは喧嘩っ早いんだから。ダメだよ、ああいうのはまともに相手にしちゃいけないの。でもさ、ガツンと言ってやらないとこれからもゴミ箱代わりにされちゃうよ。まあ確かに、簡単に言うことを聞きそうな人たちには見えなかったね。逆にこれがきっかけで因縁つけられたらどうしよう。そんな私の不安は的中しました。あのチンピラたちからの嫌がらせがどんどんエスカレートしてきたのです。まいったな、厄介な連中がうろつくようになった。ねえカンナちゃん、マサミちゃん、まさかとは思うけど、怖いお兄さんたちに目をつけられるようなことをしてないよね。いやいや、私たちは悪くありませんよ。先に悪いことしたのはあっちなんですからね。え？何かしたの？
あ、それ困るよ。揉め事起こさないでよ。あの人たちを怖がって他のお客さんがみんな帰っちゃうんだよ。すみません店長。あの人たち、カンナの自転車のカゴをゴミ箱代わりにしてるんですよ。許せないでしょ。それは良くない。あ、良くないけどさ。噂をすれば。おいおいおい、なんだよこの品揃えの悪さばよ。どれもこれも中古にしか見えねえぜ。なあシリスケ。ヤニオくん、ここにある商品はみんな中古だよ。でもほんとしけた店だね。なんていうかゴミ溜めみたいなもんだよね。使い古しばかり集められたゴミ溜め。ちょっと店内でそんなこと言わないでくれる。客が店のことをどう思う、客の勝手だろうが。そうだズディ。ああ、お客様、店内に唾を吐くのはご勘弁ください。さすがにそれはやりすぎでしょ。営業妨害で訴えられてもいいの。やりすぎ、訴えられる、どうしてだよ。ゴミ溜めにゴミ捨てて何が悪いんだ。何も悪くねえよな。少しも悪くないよ。じゃあね、草なだまう。これからもこうやってちょくちょく遊びに来てやるんよ。それからもチンピラたちは店内や駐車場で迷惑行為を繰り広げました。ちょっと駐車場で大きい音を出さないで。お願いだからやめてください。近所迷惑ですよ。あ、何言ってんのか聞こえねえな。また声張れよ声を。近所迷惑になるくらいよ。クラクションもやめて。もういい加減にしてよ。やってて恥ずかしくないわけ。バカか、ちょっとでも恥ずかしいと思ってたらこんなことするわけねえだろうが。このバコンはな、俺らに逆らったら手出ちゃうかねえっていうアピールなんだよ。縄張りを主張してんの。野生動物じゃないんだから。お前らも痛い目に遭いたくなかったらこれ以上俺らにごちゃごちゃ文句言うんじゃねえぞ。わかったな。なんですって、このホイザルどもが。マサミ、ストップストップ。それからもチンピラたちは毎晩のように駐車場で大騒ぎ。勝手に集会を開かれたりもして、お店は大迷惑。お客さんが減るにつれて久保田店長のため息ばかり増えていきました。そんなある日のことです。これまで以上に見過ごせないある大きなトラブルが起きてしまいました。え、お客さんがカツアゲの被害に遭った。ああ、どうもそうらしいんだ。昨日そのお客さん本人から相談されてね、あのチンピラたちをどうにかしてくれないともうこのお店を利用できそうにないって。信じられない、とうとう一線を越えたね。今までだって超えてたといえば超えてたけど、お客さんに直にちょっかい出すなんて初めてじゃない。そうね、今までのはお店と私たちに対する嫌がらせだったもんね。肩着に手を出すなんてチンピラの風上にも置けない奴らね。マサミ、人気映画じゃないんだから。もう我慢できない、私がビシッと言ってきてやる。ああ、ちょっとマサミちゃん、無茶したらダメだよ。あ、マサミ待って、もう喧嘩早いんだから。いた、ちょっとあんたたち、さっき聞いたんだけどお客さんに迷惑かけたそうね。カツアゲしたって本当なの。カツアゲ知らねえな、何のことだか。知っとるかシリスケ。いや、俺にはさっぱり。ちょっと金を借りたことはあったけど、カツアゲなんて知らねえな。それがカツアゲだって言ってるの。相手を困らせて無理やりお金を出させたんでしょ。タバコ買う金がなかったからよ、店から出てきた客にちょっと貸してくれって頼んだだけだよ。せえせえ、で必ず返すってヤニオくんが言ってんのに、結構です差し上げますとかねとか言ってすんげえスピードで帰っていったんだよ。いやー、できた兄ちゃんだったぜ。ああいうの成人君子っていうのかな。投げたこと言ってんじゃない、肩着の衆に手を出したりしてあんたたち恥ずかしくないわけ。前にも言ったら恥ずかしくねえよ。これが俺らの生き方なんだよ。後ろ盾も頭もねえから人様に頼って生きてるってわけ。
これでも感謝してるんだぜ。お前が言う片着の週にはよ。ちゃんと働けばいいのに。悪いけど、あなたたちは超えちゃいけないラインを超えた。警察に通報させてもらったわ。被害者もいるし、お店も迷惑を被ってる。警察もしっかり対処してくれると思う。ちっ、つまんねえことしやがって。いい気になるんじゃねえぞ。今に見たらよ、ゴミためのゴミ店員がよ。あ、行こうぜ。その後、店の周辺には連絡を受けた警察がしょっちゅう見回りに来てくれるようになりました。おかげでチンピラたちは姿を消して、店の売り上げも少しずつ回復してきたのでした。それからしばらく経って、私とマサミは久しぶりにある居酒屋さんで女子会を開くことにしました。広くてくつろげる個室があって、お酒も料理もすごく美味しいお店です。それにしても参るよね、あのチンピラども。バイクの騒音はひどいし、カツアゲはするし、本当に最悪。本当だよね。この町に住んで長いけど、あんなろくでもない人たちがいたなんてさっぱり知らなかったよ。あいつらが言う縄張りってやつに私たちの方から飛び込んじゃったのかもね。そうね、バイト先がたまたま縄張りの中にあって、うっかり入り込んじゃったってことなのかもね。でもまあ、警察に相談したら一発だったし、これが俺らの生き方なんだよとか言ってたけど、案外ちょろかったね。おいおいおい、聞き捨てならねえな。え？邪魔するぜ。おいおいおい、久しぶりだな。俺らのこと忘れてねえよね。どうしてあんたたちがここに。ん？俺らが居酒屋に飲みに来たら何か不都合でもあんのかよ。そいつにビビって消えたかと思ってたか。そんなわけねえだろうが。何が案外散らかったねえで。うちのヤニオくんをなめんなよ。ヤニオくん、お願いします。身の程知らずの女どもにしっかり分からせてやらねえとな。聞いて驚け、俺の親父はな、ヤクザの組長なんだよ。分かったらお前らコンパニオンやれ。はぁ、コンパニオン？ちょっと何言ってるかわからない。コンパニオン知らねえのか。宴会で接待する女の方だよ。お酌をしたり、料理を取り分けたり、パンツにお札を挟んでもらったり、そういうことする女をコンパニオンって呼んでんの。いやよ、誰がそんなことするもんですか。さっさと出て行って、また警察呼ばれたいの。言ってくれるじゃねえか。傷つくな。俺のプライドはズタボロだよ。たかが警察なんかに負ける男だと思われてよ。俺の親父は組長なんだぞ。だからどうしたって言うのよ。パパに出てきてもらわないと何もできないわけ。ガキじゃあるまいし。なんだとこの雨。まさみ、刺激しちゃダメ。ここでトラブルを起こしたら余計に話がこじれちゃうよ。向こうが本当にどこかの組の関係者だったら、それこそ大変なことになるし。そっちの姉ちゃんは物分かりがいいね。さ、仲良く飲もうぜ。パーティーの始まりで。こうして私たちはチンピラたちの言いなりになって、コンパニオンをさせられる羽目になったのでした。まこら、なってねえな、このコンパニオンは。しっかり俺のグラスを見ておけよ。空になったらすぐに酒で満たせ。それがお前らの存在意義だろうが。あ、俺らの許可が出てねえのに飯食おうとしてんじゃねえよ。お前それでもコンパニオンか。変なルールを押し付けないでよ。私たちが注文した料理を私たちが食べて何の不都合があるわけ。立場をわきまえるって言ったんだよ。お前は今なんだ？コンパニオンだろうが。だったら俺らをもてなすことに全神経を集中させなきゃダメだろうが。まったく、こういう気の強い女は本当に参るよな。痛い目に遭わないとわからないんだろうな。どうする、ヤニョ君？ちょっと分からせてやった方がよくない？そうだな、親父に連絡してあのリサイクルショップ潰しちまうか。ちょっと何を言い出すの。今お店のことは関係ないでしょ。そうか、あの店の駐車場で知り合った俺たちじゃねえか。だったらまるっきり無関係ってわけでもねえだろ。なしリスケ、俺は何か間違ったことを言ったのか。
ヤニオくんはいつだって正しいよ。わかったから、お店をどうこうするのはやめて、私たちが黙ってお酒を継げばいいんでしょ。わかればいいんだよ、わかれば。あら、せっせとしろ、言われる前に動っけ、このダメコンパニオン。今に見てなさいよ。なんだ、何か言ったか。それからしばらくの間、私たちは言われるままコンパニオン役を務めました。ものすごく屈辱的で、悔しくて仕方ありませんでした。そのうちに男たちは酔いが回ってきたようで。おい、コンパニオン、なんか一発芸やれ。はぁ、一発芸？そんなのできるわけないでしょ。コンパニオンのくせに何言ってんだ。客を喜ばせるのがお前らの務めだろうが。本物のコンパニオンならそうかもしれないけど、あんまり私たちに多くを求めないでよね。ちっ、使いねえコンパニオンだな。じゃあいいよ、俺が面白くしてやるよ。ほら、こっちに来て正座しろ。え、な、なに？うわ、ちょっと待って、やめて、やめなさいよ。一発芸一人食紹介、どうだ、面白いだろ。俺に感謝しろよ、コンパニオン。ヤニオくん、最高だよ。普通の人には思いつけないよ、こんなこと。ほら、次お前だ、こっち来て座れ。いやよ、バカじゃないの、やめなさいよ。最悪、もう絶対に許さない、こうなったら。それから数十分後、飲み会の場にある集団がやってきました。なんだよ、あんたら、誰なんだ、何の用だよ。そっちこそ誰なんだ。あ、パパ、遅かったね。パパ？大体のことはメールで連絡受けてるぜ。よくもうちの娘に嫌な思いさせてくれやがったな。なんと、あなたは、もしかして、いちご谷組の。ほう、俺を知ってんのかい。だったら話が早い。実を言うと、私の父は大きなヤクザ組織の組長だった男。訳あって10年ほど前に解散しましたが、今でもいろいろな方面に強い影響力を持っているのです。うちの娘の頭にビールをかけたってのはどっちだい？僕じゃありません。こいつです。こいつがやりました。おい、スレスケ、てめえ俺様売る気か。そうだよ、悪いか。お前みたいな嘘つきのチンピラとはわけが違うんだ。あ、じゃ、本物なんだよ。本物？何のことだよ。いちご谷組はめちゃくちゃ有名なヤクザ組織だ。日本最強と恐れられる一大組織なんだよ。お前はそこの親分さんの娘の頭にビールをぶっかけたんだ。そういうことだ。まあ、組はとっくに解散済みで、今は元組員たちと一緒に林業だの農業だのいろいろと事業を手掛けている身だけどな。助けてくれと娘から連絡受けてすっ飛んできたんだ。クンナがヤクザの親分の娘？実はそうなの。マサミ、黙っていてごめん。あんたら、うちの娘とその友達を随分と苦しめてくれたらしいな。覚悟はできてんだろうな。申し訳ありません。全部このヤニオが悪いんです。僕は止めようとしたんですが、こいつがどうしてもと言って聞けなくて。おい、シリスケ、てめえ適当なこと言ってんじゃねえぞ。この男はいつもこうなんです。何かというと凄みを聞かせて相手に言うことを聞かせようとする。そのためなら嘘だって平気でつく。今日も自分の父親はヤクザの組長だと嘘をつきました。あれって嘘だったんだ。このバカを止めきれず、娘さんの頭にみすみすビールをかけさせてしまったこと、本当に情けなく思っております。申し訳ありませんでした。どうかお許しください。おい、シュウイスケ、てめえいい加減にしろよ。
ジャマリン、いい加減にするのはお前の方だ。この大嘘つきのろくでなし野郎、見た目が可愛いだけのハリボテ野郎。お前の中身中学生の時から変わってないだろ。幼稚すぎて一緒にいて恥ずかしいんだよ。いいから黙って親分さんと娘さんに謝れ。誰が謝るか、俺を誰だと思ってんだよ。いい度胸だカンナ。お前たちがこいつらからどんなことをされたのか、もっと具体的に話してみな。うん、最初は自転車のカゴにゴミを入れられてすごく嫌な思いをしたので、そのことを抗議したら今度はバイト先にまで押しかけてくるようになって、私たちのバイト先をゴミだめ扱いして、店の中に唾を吐いたりガムを吐き捨てたりするようになったんです。そのせいでお客さんがどれだけ減ったことか。おい、そういう余計なこと言うんじゃねえよ。何が余計なことよ。私は何があったのかを具体的に話しているだけ。他にも駐車場で爆音を出したり、無許可で集会を開いたり、ろくでもない真似ばっかりしていたの。警察が見回りをするようになってからすっかりなりを潜めていると思っていたら、まさかこの居酒屋で一緒になるとはね。高校で一緒になってからがまたひどかったの。自分はヤクザの組長の息子だと嘘をついて、従わないとバイト先をめちゃくちゃにすると言って。こいつです、こいつがそう言ったんです。おいしりつけてめえ。で、いきなりコンパニオンをさせられて、お酌しろとか料理を取り分けろとか嫌になるくらい顎で使われて、そして最後の最後、カンナの頭に。そう、私の頭にビールをかけてきた。ねえパパ、私この人たちのこと絶対に許せない。そうかそうか、よくわかった。おいてめえら、とんでもない真似してくれやがったな。うちの娘をなんだと思ってんだい。申し訳ありません。そのめっちゃ調子に乗っておりました。俺たちはその本当はただのチュンピラで、ちょっと怖いふりしておけば誰でも言うことを聞くと思って。ふむ、あんたらには世の中の厳しさってものが今一つ分かってないみたいだな。おいマラ、この二人を連れて行け。待って待ってください、謝りますから。だから命だけは。申し訳ありませんでした。申しませんから勘弁してください。今さら謝っても許されるわけがありません。二人は元組員たちに捕まえられて、どこかへ連れ去られてしまいました。まさみ、ずっと黙っていて本当にごめんなさい。え、何のこと？だからほら、私の親が元ヤクザだっていうこと、本当のことを話したらきっと避けられて関係が変わっちゃうと思って、だから言えなかったの。なんだ、私も舐められたもんね。親が元ヤクザだったらどうしたっていうの。カンナはカンナ、今までと何も変わらないでしょ。私はそんなことちっとも気にしない。これからもずっとずっと大切な友達よ。まさみ、ありがとう。それにしてもあの二人が店に来なくなって本当に良かったね。店長もすごく喜んでた。カンナのお父さん、あの二人をどこに連れて行ったの？ああ、それはね。おいどうした、なんだそのへっぴり腰は。頑張らないと終わらねえぞ。はい、申し訳ありません。あの二人は今父の指導のもと農作業に精を出しているそうです。額に汗して働くことの大変さを知れば、きっと人をバカにすることもなくなるでしょう。もしもまたあの二人に会うことがあったら、その時はぜひまともな人間になっていてほしい。私はそう願っています。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ぜひ他の動画もチェックしてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。